皆さんこんにちは、犬ぷんチャンネル犬ぷんです。はい、チャンネル登録、そしてツイッター、ティックトックのフォロー、いいね、よろしくお願いします。はい、本日の動画なんですけども、トレカのね、情報についてお話ししていきたいなと思います。ちょっとね、直近ね、たくさんね、新しいトレカのね、発売情報が入ってきましたので、そちらをね、ご紹介していきたいと思うんですけども、発表されているものがかなり種類が多くてですね、すべてにおいて激アツなんですけども、その中でもですね、世の中的にかなり注目度の高いアニメコンテンツだったりとかっていったもののトレカをですね、ご紹介していきたいなと思います。はい。で、画面のやつっていうのは、リバースというブランドのね、リコリスリコイルのね、カードということで、こちらね、私、2回ぐらいね、ご紹介させていただいたと思います。で、今回ご紹介させていただくものに関しては、はい。で、こちらですね。同じく、先ほどのリバースと同じ、会社さんですね。ブシロールさんが展開している、もう結構有名なバイスシュバルスというブランドなんですけども、そちらからもですね、リコリスリコイルのトレーディングカードが発売されるということになってます。でも、こちらに書いてあるトレイアルデッキとブースターパックということで、よくあるパターンです。リバースで展開したのと同じような感じで、おそらくブースターパックの方にはサイン入りのカードが入ってくるといったような、そんなようなね、構成になってくるかなと思います。これもね、かなり激アツな情報ということで、ね、同じ会社からね、2ブランドで出してくるっていう、それだけね、リコリスリクルが、かなり人気沸騰してきているというようなものなんじゃないかなと思ってます。すいません、噛んじゃいました。はい。で、こちらがね、2023年6月2日の発売決定ということなので、もしね、気になる方はね、予約等をしていただければなと思います。はい。で、続いてがですね、またしてもリコリスリコイルなんですけども、こちらがですね、アニプレックスさんから発売されるビルディバイドというトレーディングカードになってます。で、こちらもブースターパックの展開ということで、同じくですね、サイン入りのカードが入ったりとかっていったようなものだったと思います。こちらの方が発売が少し早くて、2023年2月24日発売ということで、もう間もなくという形ですね。うん。なのでね、ちょっとどういう構成になるのかね、ちょっと私も見たことないんですけども、非常にね、楽しみなトレーディングカードかなと思ってます。で、気になった方はね、ぜひ予約してみていただければなと思います。ちなみに犬分これも予約をしてきました。はい。はい。で、続きましては、こちら、スパイファミリーですね。で、こちらは、先ほどのブシロードさんのバイスシュバルツ、こちらから登場するということで、なんとね、英語版の発売も決定ということで、日本語版と英語版両方出るってことかな。だから海外でも人気ってことなんですかね。で、おそらくこれもね、トライアルデッキとブースターパックという構成で、で、ブースターパックの中にはサインカードが入ってくるみたいな、おそらく、よくあるパターンの構成だと思います。こちらね、まだちょっと発売日がね、明確にはなってないものですね。気になった方はね、トレカショップとかに、足を運んでね、情報を知れていただければなと思います。はい。で、続きましても、こちら、スパイファミリーのトレカなんですけども、これまたちょっと別のメーカーさんでして、ムービックさんという、メーカーさんから出されている、オシカというね、トレーディングカードのようです。これね、私も知らなかったんですね。これこの間、トレーディングカードショップ行って、初めてこういうのがあるって知って、ご存知の方もしかしたらいらっしゃるかと思うんですけども、私もね、発売情報欄を調べてたら、なんかこういうのがあってね、お、なんだろうこれって言って気になったんですね。で、ムービックさんって言ったらね、結構アニメグッズね、アクスタですだったりとか、他にもね、いろんな小物系のグッズ出してる会社さんなんで、非常にね、楽しみだなとは思ってます。で、こちらも、スターターデッキとブースターパックっていうものの2パターン出されてまして、これもね、トレカではあるあるの出し方だと思いますけども、ブースターパックの方にはね、白押しの、デザインされたものもラインナップされているということです。で、オシカさんに関しては、白押しのカードといえど、サイン入りカードというのは設けてないそうなので、ちょっとね、その辺はね、お間違えないように、サイン入りカードが入ってるもんだと思ってね、買ってしまって、ちょっと入ってなくて残念っていう思いがしないようにね、気をつけていただければなと思います。でもね、コレクションとしてね、別のブランドのものとして、デザインがね、ちょっと違ったりとかすることもあると思うんで、それはそれでね、コレクションとして持っていただくのが面白いのかなと思います。はい。で、続いてが最後になるんですが、こちら、
チェーンソーマンですね。こちらはブシロードさんからの、バイスシュバルズかなで展開する予定となっております。で、商品も、トライアルできたブースターパックという、いつものパターンという感じですね。はい。やっぱりね、人気コンテンツっていうだけあって、出てくるだろうなと思いましたけど、やっぱり出してきたという感じです。でこちらはね、2023年発売ということなので、まだ明確に何月というふうには決まってないんですけども、非常にね、楽しみなものになってくると思います。はい、ということで、本日は最新のね、トレカ情報、結構激アツなね、トレーディングカードについてご紹介をさせていただきました。気になった方はね、ぜひメーカーのね、サイトで確認していただいたりとか、あとはね、トレーディングカードショップの方に足を運んでいただいたりとかして、お店の方にね、確認を取っていただければなと思います。はい、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。そして、Twitter、TikTok のフォロー、いいねもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。